覚悟を決めましょう。第7レース山陽準決勝戦の発走でございます。7番二村飛龍、今年はここ浜松の走路で G1 制覇があります。まずはその優勝戦に進めるか。7レース間もなくです。スタートまで3秒を切りました。7レース山陽準決勝戦スタートしました。7番の二村スタート決まりません。2番の五所、そして5番の岩崎、この両者がスタートを決めていきました。先手を奪うのは5番の岩崎良一です。五所を捉え切りました。3番手が3番の西村、8番の松尾、4番手高一です。4番の砂見、その後は7番の二村、6番手からです。6番佐々木圭は早くも外に持ち出しています。この外にチャンスはあるでしょうか。1番の松井は離されています。最後方です。先頭は5番の岩崎、2番手にまくって3番西村龍太郎上がってきました。車の勢いは3番の西村が強そう。5番の岩崎に接近していきます。3番手2番の五所、その後は8番の松尾、外から4番の砂見、7番の二村は6番手インコースです。で3周目に入っています。5番の岩崎 10m7 車真ん中からトップスタートを決めて主導権を握ります。2番手3番の西村龍太郎、3番手は2番の五所淳、その後まくってくる4番の砂見の勢いはどうか。4番手まで来ました。レースは後半残り3周回です。2番の五所をまくって4番砂見3番手に上がってきています。前は5番の岩崎、そして3番西村、両者の争いです。そして外に持ち出した4番砂見の伸びはどうか。レースは終盤戦に間もなく入ろうとしています。5番の岩崎先頭、3番西村は一旦近づいたんですが少し離されました。4番砂見3番手、ここからの足色どうか。岩崎が突き放しにかかっているレース終盤戦です。3番西村2番手、西村をまくりに行って4番砂見2番手に早めに上がりたいんですが、ここは2台並走です。その後離れて2番の五所、8番松尾は5番手です。残りは1周です。このまま岩崎押し切るか。青旗振られてファイナルラップ、まくって4番砂見が2番手に上がってきました。3番西村3番手、さあ先頭まで砂見懸命に追います。1着勝負の準決勝、しかし届きそうにありません。5番の岩崎のスタートかまし一戦が決まりました。4番砂見2番手、3番手は3番西村、松尾はその後です。5番の岩崎良一、山陽準決勝制しました。11番人気三連単5番4番3番で6万7240円144番人気三連複345の組み合わせ。覚悟を決めましょう。飯塚準決勝戦の発走でございます。直前の飯塚、地元の G1 ではかなり苦しんでいました荒尾聡、ここはきっちり巻き返して優勝戦まで進みたい。人気対抗2番の竹谷です。8レース間もなくです。スタートまで3秒を切りました。8レース飯塚準決勝戦スタートしました。8番の荒尾、1番外からスタートどうか。2番の竹谷がスタートを決めていきました。続いたのは4番の岩見です。その後ですが3番の別府、外から6番の有吉、切り返した8番の荒尾、3コーナー3番手のポジションを確保しました。3番別府と並走しています。その後6番手は7番篠原、後方に5番の浦田、1番の井村です。2番の竹谷、2枠から主導権を奪って逃げる体勢を作っています。2番手4番の岩見は思想と違って内をきっちり走っている。そこに追いついてきた8番の荒尾が早めに3番手に上がるか。岩見も応戦します。8番の荒尾なんとかここ入ってきたか。岩見滑りながらですが荒尾がここで2番手に上がりました。先頭2番竹谷、2番手に上がった8番の荒尾、先輩竹谷を追いかけていきます。3番手4番の岩見、その後は3番の別府慶吾です。
先頭2番手の車間ですが縮まってきています。2番竹谷リードは2車身ほど、迫る8番の荒尾、残りは3周回です。まだここは我慢。2番手から3番手は車間開きました。4番岩見やや流れた、3番別府が内をすくって3番手です。先頭2番手体勢変わりません。竹谷荒尾完全に一騎打ちです。荒尾竹谷をどう裁くか。竹谷はきっちりインを守っていきたい。残り2周回の終盤戦です。打ち守ります竹谷、きっちりと打ちを守って荒尾に入らせない動きとなるか。荒尾入りきれるか。残り1周半のバックスレッジです。竹谷先頭、荒尾2番手、一着選手は明日の優勝戦進出が確定します。ここで来たか、ここで来たか。荒尾が入っていく、竹谷抵抗するか。青旗振られてファイナルラップ、抑え込んだ竹谷、竹谷抑え込む。荒尾もう一度チャンスはあるか。最終周回のバックスレッジです。外に振る、入りきれるか。2番竹谷、8番の荒尾、ここは入りきれない。竹谷が抑えきっている。荒尾2番手、3番手は3番別府、最後の直線です。荒尾どうか、竹谷が抑えきった。竹谷隆、8レース飯塚準決勝戦、竹谷隆2と8の組、330円、1番人気3連単、2番、8番、3番で2290円、4番人気3連複2、3、8の組み合わせ。覚悟を決めましょう。では10レース伊勢崎準決勝戦の発走でございます。吉原恭介、高橋貢、この両者の争いとなるか、それとも。9レース伊勢崎準決勝、まもなくです。まで3秒を切りました。9レース伊勢崎準決勝戦スタートしました。5番の吉原恭介スタート切れません。2番の渋沢がトップスタート、ついてきたのは3番の田中聡、その後1番の新井純、4番の三浦航平です。7番高橋光が5番手、3コーナーで上がっていけるか。まだここは前が壁になりました。8番の早川インコースから5番の吉原恭介、6番の松本は最後方です。内枠勢が主導権を握っています。2番の渋沢健二の逃げです。2番手3番田中聡、3番手4番三浦航平、高橋光1つ番手上げました。現在4番手、1番の新井純、その後ろに8番の早川、遅れた吉原恭介7番手巻き返せるか。6番の松本は少し外に持ち出した。ここにチャンスはあるでしょうか。残りは4周回です。高橋光がここも1つ番手を上げるか。4番三浦航平のインコースを狙ってきています。まだここは三浦が抑え込んでいる。高橋光4番手位置変わりません。先頭2番の渋沢、2番手は3番の田中聡、まくってきました7番の高橋光。ここは自在な動きです。3番手ポジションをまた1つ上げて、レースは後半残り3周回です。着実にポジションを上げてくる7番高橋光。しかしこのレース2着だと相手待ちになります。先頭は2番の渋沢、2番手は3番田中聡、外に持ち出した高橋光のまくり、これが決まります。3番田中聡をまくり切って2番手に上がっています。内が混み合うと外から進出、高橋光今2番手、最後は内か。残り2周回、渋沢が懸命にインコースを抑えています。7番高橋光2番手、3番の田中聡3番手、最後はインコースからさばきます7番高橋光。2番の渋沢をかわして先頭に立ちました。2番手2番渋沢、3番手3番田中聡、その後4番の三浦、5番の吉原は出遅れいたい。7番手青旗振られてファイナルラップ、高橋光は中段から着々とさばいて先頭に立っています。2番手2番の渋沢健二、3番手は3番の田中聡です。7番2番3番で最終コーナーカーブ、やはり王者です。伊勢崎準決勝、高橋光。今回の伊勢崎ナンバーワン、高橋光。3連単7番2番3番で10万飛んで9650円、122番人気3連複2、3、7の組み合わせ。
覚悟を決めましょう。レース川口準決勝戦の発走でございます。1番人気8番加賀谷、インが効くように見えていたここ浜松走路、どんな走りを見せるでしょうか。10レース間もなくです。スタートまで3秒を切りました。10レース川口準決勝戦スタートしました。1番の影山、3番泉田、4番の鈴木清、5番の佐藤真也、この4社がスタートを決めました。3番の泉田トップスタートを見せています。そして早くも外に持ち出して影山が迫ってきました。1周3コーナー、3番泉田先頭、2番手5番佐藤真也、外から8番の影山が早くも先頭に並びかけています。レースは2周目です。わずかに泉田先頭でしょうか。外から飲み込んでいく8番の加賀谷、ここでもう先頭に達しました。一社全く違うコースを走ってあっという間に抜け出しています。8番の加賀谷武明、2番手は3番の泉田修介、3番手5番の佐藤真也、その後は1番の影山、内の鈴木清、外からは黒川京介、6番山田達也、最後方2番の中野典人です。2番手5番の佐藤真也、インコースから3番泉田をかわして上がりました。先頭8番の加賀谷は2番手以下を引き離していきます。外を回ってもぐんぐんと進んでいく加賀谷の車です。レースは後半残り3周回です。現在は雨自体は小康状態になりましたが、この湿走路の中、加賀谷内が効く走路なはずなんですが、一車ぶっちぎっています。2番手5番佐藤真也、3番手は3番泉田修介、その後4番の鈴木清が今4番手、3番手泉田に迫っていきます。レースは終盤残り2周回です。5番の佐藤真也、2番手から必死に先頭を追っていますが、先頭加賀谷はかなり先です。加賀谷先頭、佐藤真也2番手、人気の決着となっていきそう。3番手争いは依然3番の泉田優勢、4番鈴木清、じわじわ近づいていますが、仕掛けるところまでいけるかどうか。残り1周です。青旗振られてファイナルラップ、3番手接戦が続いています。泉田と鈴木清、先頭は8番の加賀谷、1着勝負の準決勝突破となっていきそう。5番の佐藤真也2番手、3番手は3番泉田、鈴木清は4番手、2番手佐藤真也、この2番手の位置は相手待ちとなります。準決勝8番の加賀谷武明、人気に応えました。復帰してこれで2節連続優出、加賀谷武明。150円1番人気、3連単8番5番3番で1000飛んで70円3番人気、3連複358の組み合わせ。覚悟を決めましょう。1レース元船橋準決勝戦の発走でございます。ナンバーワン鈴木圭一郎、圧倒的1番人気です。7番西原、2番平塚と上位人気続いています。11レース間もなくです。スタートまで3秒を切りました。11レース元船橋準決勝戦スタートしました。3番鈴木和も浮かせてしまいました。8番の鈴木圭一郎、外からスタートを決めていく。一気に各車を飲み込んだ。鈴木圭一郎トップスタートを決めていきました。1番の小林幸が2番手、3番手は5番の中口、インコース2番の平塚です。その後が6番の内山、7番の西原、そして4番の鈴木聡太、最後方3番の鈴木和馬です。スタート10メートルの一番外でしたが、スタートで全てを飲み込んでレースに決着をつけたか。鈴木圭一郎リードを作っています。1番の小林幸2番手、3番手は5番の中口武史、その後2番の平塚、7番の西原、6番の内山です。先頭8番の鈴木圭一郎、リードを少しずつ広げています。
1番の小林幸2番手どこまで食らいついていけるでしょうか。出走路での小林の粘り、インコースから5番の中口が入ってきました。中口が2番手に浮上しています。3番手は1番の小林、その後ろ迫るのは7番の西原です。やや流れたか中口戻ってきました。そしてインコースから7番の西原が入っています。3番手にポジションを上げています。小林はいっぱいになってしまいました。2番手争い、5番の中口とそして7番の西原、この両者の争いということになります。少し離れまして4番手が2番の平塚です。5番の中口に対して7番の西原、外からのアプローチか。レースは終盤残り2周回です。先頭ナンバーワン鈴木圭一郎リードを取りました。2番手は5番中口、変わりません。7番西原どう攻めるか、まだ攻めて書いています。差はありませんが2番手争い、5番の中口が優勢に進めています。4コーナー立ち上がって残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。ただこの2番手争い、2着を確保しても明日の優勝地に進むのは難しそうです。先頭は8番の鈴木圭一郎、2番手5番中口武史、3番手は7番の西原智明です。元船橋準決勝を制するのは現ナンバーワン鈴木圭一郎。これで今シリーズ4連勝負けなしです。鈴木圭一郎五輪、中口2番手、西原3番手。11レース元船橋準決勝を勝ちました鈴木圭一郎。8の組880円5番人気、3連単8番5番7番で2130円7番人気、3連複578の組み合わせ。覚悟を決めましょう。12レース浜松準決勝戦の発走でございます。8番佐藤孝也が1番人気、6番金子が2番人気です。6番金子、そして8番佐藤孝也、地元の同期、スタートはどういう展開になるか。スタートまで3秒を切りました。最終12レース浜松準決勝戦スタートしました。中枠4番伊藤信夫、5番の鈴木朗和、やや遅れたか。内枠1番浅田慎吾、今日はスタートを決めました。そしてついてきたのは6番の金子です。6番金子が2番手、8番佐藤孝也3番手です。その後2番中村智和、3番青島、インコースから7番の木村武史です。後方に5番の鈴木朗和、4番の伊藤信夫。レースは2周目に入ります。浅田慎吾きっちりインコースを抑えます。6番の金子、一瞬内に車を向けましたがまだ車届かず2番手、佐藤孝也3番手です。ここで行き切れるか、金子入り切れるか。3コーナー浅田のインコースねじ込んでいきます。金子が先頭に上がりましたが少し膨らんだ、内をつくか佐藤孝也、ここは金子抑えた。金子先頭、佐藤孝也2番手に上がりました。1番浅田が3番手、2番中村智和4番手です。7番の木村、3番直島はその後です。先頭6番の金子大輔、2番手8番佐藤孝也、地元人気両者29期、この2人が先頭2番手、金子と佐藤孝也の一騎打ちか。1番浅田3番手、2番の中村4番手です。佐藤孝也打ち狙いましたが抑え込む金子大輔、金子先頭キープ。佐藤孝也2番手、1番浅田3番手、2番中村智和4番手です。浅田中村智和は一着勝負ということになっています。準決勝前はしかし金子と佐藤孝也人気両名が一騎打ち、浅田中村智和割っていくのにはさすがに厳しいか。金子先頭、佐藤孝也道を切り開けるか。共に3連勝でここまで勝ち上がってきています。金子大輔と佐藤孝也、デッドヒートは続きます。3番手は1番浅田、4番手2番中村智和は少々3番手と離されてしまいました。残りは1周です。金子か佐藤孝也か、青旗振られてファイナルラップ。依然金子先頭を守ります。佐藤孝也攻略できるか。最終周回のバックストレッチ、外につけるだけ2番手です。金子先頭、佐藤孝也2番手、この両者の一騎打ちは先に先頭に立った金子に軍配が上がりそう。佐藤孝也最後の直線外から行きますが届きません。金子大輔4連勝。浜松準決勝勝ちました6番金子大輔。280円1番人気、
3連単6番8番1番で2130円、5番人気3連複1、6、8の組み合わせ。注目の結果は